お久しぶりです。20年ぶりですよね。大角さんとは東大 の、はい、あの植物学教室で3年間、はい、それから駒場で1年間ということで、はい、あの非常に懐かしいです。今日は本当にあの、はい、お忙しいところを時間を取っていただきましてありがとうございました。じゃあ、はい、であの今日伺ったのは、はい、あの私がたちがやっている笹川研究所生が今年で30周年を、はい、あの迎えることになりました。それであのいろいろ企画を考えてたところ、大角さんが、はい、あのノーベル生理学賞を取られたということで、ぜひあのうちの研究所生っていうのは35歳以下の若手の研究者のものですから、はい、あの先生からですねそういう若者にエールを送っていただきたいとそういうことであの今日来たわけです、はい、であの先生のこういろいろあのご経歴等をこうあの拝見してますと、まず当初はあのバクテリアを使って仕事をされていたと、はいはい、でそれを、まあ、ロックフェラー研究所に行かれた時にあの酵母に材料を変えられたと、はいはい、この辺はあの先生のご意思なんでしょうか、それともたまたまだったんでしょうか。ですね、私の大学院時代っていうのは分子生物学がちょうど始まった頃で、分子生物学っていうのはバクテリアで大腸菌を扱う学問でした、はいはい、でそれはあの大腸菌をやってるっていう意識はもう全くなくて、自然界の最も基本原理は、まあいわゆるセントラルドグマはまあバクテリアから人まで共通の原理でしたから、はい、で私がちょうど大学院終わる頃、なんとなくバクテリアの時代が終わったかなっていうことと、なんか生態膜っていうようなものに興味が移ってきたような、少しそういう機運がある時代だったんですね。それで私は、まあ、あの大学院終わった時に実は言うと就職口がなくてですねプラプラ2年ぐらいしてたんでしょうか、はい、でそのうちに私の、先生であった今森先生が、まあ、これから細胞生物学の時代だから、うん、ロックフェラーで細胞生物ぐらいを学をやったらどうだって言われてですね、始めたのはあのマウスの受精卵、あの受精の過程の研究を2年をしました。でとっても楽しかったんですけど、私バクテリアずっとやっててその数十個 の、ま、そのマウスのエッグで、を見て何していいかほとんどあの分からないということで、はい、とっても、まあ、苦しい時代を過ごしたんですけど、最後の年に、その酵母をやってみようっていうちっちゃなプロジェクトがエーデルマン県で始まって、それで酵母を始めたことになりました。ただ時代としてはね、これもあの全体上から俯瞰してみると大腸菌が終わって動物細胞にいろんな人が移ったんですけど、動物細胞ってとっても難しいじゃないですか、であのそういう意味では真核細胞、私たちの体の細胞のモデルになるような、はい、あの細胞が求められてたっていう、はい、ちょうどそういう時代で、私が酵母を始めたのもだからなんとなくその動物細胞は複雑すぎて、うん、とてもじゃないけどっていう、今だったら遺伝子操作とかいろんなことができるようになりましたけど、はい、その時代はやっぱり、ある種のこうコリレーションだけがあの、議論されるっていうような学問だったので、うん、私はちょっとやっぱりのバクテリアから入った人間には辛くて、それでまあ酵母がいいなと思ってあの酵母を始めたっていうのが、ああそうですか。でだけどですね、東大 の、 その植物に帰ってきた時には、はい、安楽先生のラボっていうのは大腸菌のラボでしたから、そうでしたね、あもう一回大腸菌に戻るかなと思って覚悟して帰ってきたんですけど、先生が酵母へやっていいよって言われて、それで酵母が始まったっていうことになりました。で基本に関心持たれたのは、はい、あの植物におられた頃からなんですか。そうですね、あの、まああのまあ、いろんな経緯があるんですけど、私はあの
その後に続くオートファジーの研究も、はい、実はやっぱり、適法の研究からスタートしてるなと今つくづく思って、今私は研究室でも我々の研究室は液法の研究をしてるんだとこの頃言っているんですが、そういう意味ではですね、私はあんまり人がやってることじゃないことをやりたいなと思ったことがあるのと、私はやっぱり植物教室にいて、まあ、隣に田沢先生っていう先生がおられて、液法の研究を少ししてらしたこともあって、まあ多分植物教室に いたから液法の研究がスタートできたんだというふうにも思っています。それが、まあ、オートファジーの発見につながっていたということですね。そうですね、まあ、植物細胞はご存知のように、まあ、9割ぐらいが液法です、液法なので、これが何もしてないゴミ溜めだってことはないに違いないと思って、うん、まあ、今と たくさんの液法の研究っていろんなことが分かってきて、液法の理解なくでは、まあ、植物細胞って理解できないっていうような感じになってきてますけど、我々の時には、まあ、ほとんどの人が関心を示してないので、私も、公募で基本の仕事始めた頃はみんなあいつ何やってんだろうと思う人はたくさんいたんだろうと思います。あ、そうですか、それで、まあ、駒場に移られて、で、駒場で、いや、その駒場で一生懸命気を眺めてたっていうのは僕は知らなかったんですがね。でそちらで、まあ、基礎的なところを固められて、その後寄生研に行かれて、それで、遺伝子の仕組みを、花々しく解析された、そういうことですよね。そうだと思います。でも本当の基礎的なことは全部駒場で、やれて、それは、まあ、本当にちっちゃな研究グループでやれたのが基礎になっていると思っています。なので、最初からでっかいグループでものすごくお金かけて研究ってしないでも、こう、大事だなと思う時に引き上げてくれるようなシステムがね、あるとそれが一番良くていいんじゃないかなって私は思っていて、お金がないから研究できないってことも本当言えばない、極論すれば取っかかりのところはそんなにお金かからなくて、でそこからこう、あ、これは面白いなって思ったらそこに少し支援の手が伸びるっていうようなことになってくるのが理想的かなと思いますね。なんかお話伺うと、その大角さんの歩まれた道というのがですね、すごく無駄なく研究の成果につながったような気がするんですがね、振り返ると、まあね、結果としてなので、まあ、そういう意味では私はあたとすごい苦労したろうって言われるんですけど、まあそこそこなんとか研究つなげられたし、まあ最後の方は もちろんたくさんのお金いただいて、研究が進められる環境をもらったっていうことはもちろんありがたかったんですけど、ぜひ若い人は、まあ、あんまりなんか先のことを全部計算して、これなら安全だからっていうようなんじゃなくて、楽しければまあやってみようかっていう精神を、若者だからこそ持ってくれるといいなと私は思ってるんですけどね。で、まあ、今のお話伺うと全てこう、まあ、後から見ればすごくこう、うまくいったと、だけど、いろんなところでその選ぶそういう決断の時があったと思うんですね。で、そのいくつかその若い人たちに役に立ちそうだと思われるですね、決断の例例とどうやってそちらを選ばれたかというようなことをもしお話しいただけると、私が最も苦手かもしれません。私は比較的なんか先ほども言いましたけど、自然体で生きてきて、まあ自分、まああんまり一生懸命将来を考えずに、まあやれてきたっていうことが許されたという意味で、とっても良かったんだなと思っています。で、もう一つあえて言うならば、
面白いと思うことを一つこう私はまあオートファジーっていう現象を見つけて、はい、それはあの顕微鏡で見てそれは未だに我々はそれの謎解きをしているっていう意味で、うん、あの大事なこう大きなテーマを若い人が抱えてくれるといつもそこに戻っていって、うん、であの全部分かったっていうことはそういうふうなことになれば、うん、あのないのでまあ、 あのよくもまあ飽きずに40年もやってきたなっていう思いと同時に私はまあ例えばオートファジーっていうのは今3割ぐらい分かったんじゃないかっていろんなとこで言ってるんですけど、あのそういうふうになんかこのタンパク質のこれを解きたいっていうあのことあのもちろん研究テーマとしてとっても大事なんですけど、それの先にあってまたその先にあるっていうなんか大きなこういつでも戻れるこう自分の疑問っていうのを持ってくれるとまあつまずいてもまあその問題解けていないんだという思いで研究が続けられるのかなっていうふうに思います。そうですか。で、あの研究所私どもの研究所生、まあ、30年振り返りますとですね、その生物 の、 あの研究テーマっていうのが非常に多いんですね、はいはい、であのこの辺について先生どういうふうに。やっぱり私あの生物って人間が生物ですから、うん、あのいくらでもテーマがあるしその人間社会が解いていかないといけない問題もたくさんあると思うんですね、はい、そういう意味ではあのもっともっと生物学なるものがその、我々のなんか科学の中で占める割合がもっと大きくなってもいいんだ。ただその生物学そのものが別にそのまあ、いろんな人がいろんな方法で解くっていうね、はい、数学者が生物に向かう、はい、物理学者が向かうっていう意味でただ研究の対象としては、まあ、生物学はあの物質科学とほぼその、うん、同じぐらいの領域が あってその高校でいう4分の1ぐらいのもんじゃなくて半分ぐらいが生命科学なんだっていう、認識が広がった方が、うん、自然なのかなっていうふうに思ってますけどね、うん、確かにあの今僕先ほど申し上げた 生物の神聖っていうのは3分の1ぐらいなんですけど、はいはい、物理科学とかですね複合領域の中にも随分あの生命現象を扱っているものが増えてきました、はい、ですからね、あの先生おっしゃるような方向に近づいているという感じがしますですね、はいはい。でまあ、そろそろあの時間がありましたので、まあ、大角先生のお話を伺ってますとその先生は何気なくこうずっとあの来られたとでもそれが結果として見ると非常に無駄なくですね、うん、あの成功に至っているとであの先生はそれを成功するためにやってきているのではなくて結果としてそうなったと、うんでこれはあの非常にあの意味の深いことだと思います。ですからあの皆さん若い方たちはですねこの大角先生 の、 あの歩まれたあの道をあの参考にもしあのこれから歩まれるとあの悔いのないあの人生になるかもしれません。頑張ってください。どうも先生ありがとうございました。じゃあもう一度ありがとうございました。